なんでこんなところで働いてるの？家事代行の仕事もなくなったので、うちは母子家庭で私も働かないと。いやよね、生活が苦しいと人生の選択肢が圧倒的に少なくて。私は再婚してお金の心配はなくなったけど、いまだにいろいろ苦労がある。自分の持ってるものの少なさに。あの、約束を破って2階に上がってしまったこと申し訳ありませんでした。いいのよ、もうおかげで助かりました。ありがとう。もしよろしければ私またお手伝いします。遠慮しとく。私ね、あれから反省したの。もう他人を頼るのはやめる。でも難しいと思います。何もかもお一人でやるのは。山内さん、私ね、今まで自分が欲しいと思ったものは必ず手に入れてきたの。家もお金も名声も。だから今回も必ず勝ち取るわ。どんな手を使ってもね。いつかどこかで必ずボロが出ます。この先もずっと息子さんの存在を隠し通せるんですか。何？あなた脅してるの？私はただあの家の事情を知ってしまった唯一の他人として、三田来さんの力になりたいだけです。その言葉本当でしょうね。三田来さん、もう一度私を信じてください。